強いですね。はい。ああもうね、まあもう少数神話できてるからで、ああさあトンツ盛りまして、ああこれトンツ盛っちゃった場合はもうこれもねもうどえらいことになっちゃいますね。シャーポンしまして、まあトンとランもね泣けたらいいなーってところではあるんです。さあ無駄ズモしました。一回無駄ズモしましたよ。うん、一無駄ズモ。キューピアもさあチュンズモりまして、さあこれでまあトンなんねできればね。ちょっとあの下茶のなんがね気になりますけどね。さあトンズモりまーす。チュンポイ。でもああ。あーもうタイミングバッチリやね。打ち込むタイミングバッチリなんよ。あもうちょっと早く切ってればね回避できたんですけどね。うん、でこれでいくらですか。14万4000点ぼちぼちいいかなって感じの手ですね。やっぱり白がね、あ白のドラの白がこれ統一であるんで、まあ普通にポンしてまあトイトイとかね、うん、まあハネマンとか ぐらいは狙えるんじゃないかなってところです。まあ Q1 から泣いていてね、うん、まあ全然いいと思いますね。まあシャーも泣きやすいですし、まあ白も泣けたらまあいいかなってところ。ああさあチーピン積もりまして、まあ一応これでね、あの白ポンしたらまあ白ドラさんでテンパイなんで、まあいいかなってところなんですけれども、さあトイメンはまあちょっとまあ普通かなって感じですね。トイメン普通かなって感じで、さあカン、はいはい、カンしまして、さあシャー積もりまして、さあ音あま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 あ、乗りましたね。うん。とりあえず、まあ、ドラが乗りまして、まあ、一応ね、テンパイはしたんですけど、外しましたね。ああ、白ポンできまして、さあ、テンパイ白ポン、ああ、まあまあ、だいぶ強いですよ、これね。さあ、カンしまして。さあ、チーピン、カンからの、さあ、あと、さあ、さあ、あと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 、いやなんか、急に数貫通になります。いや、ちょっと、あ、ちょ、これ、ま、ま、宝珠杯を見せたら、あ、じゃあ、これ、下茶がちょっといいピン。あ、E1 か。下茶がちょっと E1 持ってますね。あの E1 相当危ないですよ。ちょっとあの、まさかの数貫通になりまして、いや、完全にね、あの E1 浮いてるんですけど。さあ、あとさ、トイメンテンバイ？トイメンテンバイですね。トイメン、あ、さあ、E1 重ねました。E1 重ねたという、あ、さあ、あちらリーチ入りまして。さあ、ウーピンと急走待ちですね。ウーピンと急走、あ、でも待ち変えました。リャンピンに変えた。リャンピンに、あ、じゃあ、あ、リャンピンに変えたことで積もりましたね。ちょっと危ないと思ったんかな、リャンピンがね。あ、いや、もう綺麗に積もりましたね。はい、玉の間、じゃあ、まあ、普通に強い。あ、よかったーって、それはよかったな。そりゃ、玉の間4までね、ツアーテンフォー積もれたら、それで良くない人逆にいないからね。そこそこ整ってるかなーっていう感じですかね。うん、ああ、E1 いいですよ。うん、E1 引いたんで。まあ、これで、まあ、なんですか、まあ、数暗号とかもあるし、まあ、3暗号とかもあるし、まあ、6ケースト入ったら、まあ、ちょっとね、うん、どうかなっていうところではありますけど、まあ、ぼちぼちいいですね。さあ、下茶チュンポンしまして、下茶の手もまあ、そんな悪くないですよ。うん、下茶もそんなに悪くない。ああ、さあ、下茶ポン重ねました。さあ、そして、そイースをポンしました。さあ、という意味、イースをポン、イースをポンでちょっと時空が歪みそうですね。あ、さあ、3ピンポンして、いや、だいぶちょっと時空が。今回はかなり時空がちょっと歪むタクですね。うん、さらにトーンをポンしまして。さあ、ちょ、テンパイ、あ、そう、テンパイ取らない。まあ、本日ね。本日言ってますね。うん。で、こちらでも相変わらずですね。なんかそんなに、あ、さあ、テンパイ？さあ、あちらまずテンパイしました。ローピンローソー。ローピンローソーでテンパイで、こっちはリャンピン入りまして。で、トイメンのイーソーはちょっと相変わらずよくわからない。相変わらずちょっとよくわからないですけど、まあ、多分あれは役がないでしょう、おそらく。さあ、チュン感じまして。さあ、あと2連間、2連間入りまして。カンカン、あらあらあらあっちかどう、あっちかあっちが、あっちが本命かさあ、でもドラは乗ってないですね。あちらね。あちらのお客さんはドラは乗ってないで、こちらがドラ乗りましたね。こちらが、さあ、リーチ。さあ、3アンコーリーチですね。3アンコーリーチのスッチーピン。まあ、一応言うて、これな、スッチーピン、リーチ3アンコー、リーチ3アンコー、ドラ1、2、3、4、5、6、6。ああ、まあまあまあ、リーチは、まあ結構強いですけどね。あ、結構強いですけど、まあまあまあ、裏が多分いっぱいある。あら、いや、絶対積み込んでるやん。いや、Q1 なんよ。めちゃめちゃ普通な手ですね。別に全、まあなんか、可もなく不可もなくみたいなね。まあ、ピンズで、そうですね。まあ、ソーズで染めれるか、まあ、微妙か。まあ、でも、金の間なんでね。まあ、さすがにそんなに無理はしないと思うんで、まあ、ピンズで2面2ぐらい作れたらね、いいかなっていうところじゃないですか。まあまあまあ、ここまで来たらまあ悪くないですね。6、9ピン入れて、まあ、ソーズちょっと頑張って入れて、みたいな。で、これ神茶がぼちぼち強いですね。神茶の手配が結構いい感じというか、いいシャンテンですか？神茶いいシャンテンですね。で、こちらが、まあ、こちらもいいシャンテンというわけでね、さあ、おっと。
まあもちろんこれはもうね、もうチーピンパーピン打って、まあ中連ポートね、見たいかなというところなんですけれども、さあ、テンパイさあ、ダマでテンパイしますね、イーソー。ただね、イーソーもないんですよね。あーまあ、イーソーが出て、さあ、じゃあリーチ打ちまして、さあ、どうでしょうか、ローピンしろ、ローピンしろで、さあ、こちらもテンパイさあ、からの国士対中連ポート対ローピンしろというわけでね、だいぶね、ちょっとね、あーかわいそうにねこれねないんですよねあーここし無双天敗全突破と思ったら中連当たるっていうね、だいぶ手まとまってるかなーってところですね。今でこれまあいいシャンテンですか、いいシャンテンなんで、まあ入ればいい、あーさあ入り、あーさあリーチ、まあこれダブリーじゃないんだよね、うーんちょっとペイ抜かれたんでダブリーではないんですけれども、まあ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 リーチですね、うーん、でも全然ないですけどね全然なんもないですけどね現状ね、うん、別にこれだってリーチのみやからね、あリーチ白か、うん、リーチ白やからね、さすがにこれ役満にはならないですよねさすがにね、こんなんもだからドラがめちゃめちゃ乗るとかじゃない限りね、さすがにこれ役満になるとかではないと思うんですけど、うん、まあでそうですね、まあよーく見るとまあそうですね、まあトイメンがさあじゃあリーチありましてさあリーチさあチーピン待ちですね、さあどうやってんばいちょっと嫌な予感がしますねちょっとこれはなんかね、あのチーピンもねブロックしてるしね、まあ3ピンもまああーあああつもりましたあーつもならよかったですねあーこっちがなんかバクドラするんかなと思いきやトイメンがあの一巡目リーチから吸ったん分かる動画でしたねあんまパッとしない手やなーって感じはありますけどね、うん、まあ珍狼とまあそうですね、まあズバズバ引けばまあ嬉しいかなというところですね、うん、さあローピンから打ちましたなので、ね、まあとりあえずまあ外、ああでもまあいい形ですね、まあ一通とまあ純ちゃんの天秤って感じですね、あとさあ純ちゃんリーチ、さあこれねあの1打目ローピンがね効いてますね1打目のローピンでね、これ3ピンを釣り出せる可能性がありますけど、さあ、じゃあポンしまして、いやーでも、神茶手いいですね。神茶もうね、もう自敗なんかなければもういける。てかもうその、神茶の持ってる自敗を下茶が全部持ってますね。さあ、あとはさあ、早っ、なんか、いやーなんか急に純ちゃんでリーチでもうドラム乗せて早いね。はい、というわけで、この出会いから、行こうかありまして、はい、よいしょいや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